大砲王、クルップ・アルフレート・クルップは、ドイツの企業家。父、フリードリヒ・クルップの創設した小さな木造の工房を創続し、19から20世紀に、ドイツ最大の鉄鋼・兵器製造企業であり、現代でも巨大コングロマリットである、クルップ社に育て上げた。新興軍事国家のプロイセンに高性能の大砲を供給し、大砲王の異名があり、また、 死の商人とも呼ばれた。1812年、ドイツのエッセンで生まれた。父のフリードリヒは発明家で、水車を動力にした木造の作業場をライン側の岸に建設し、当時イギリスが独占していた中高の製造を試みていた。しかし彼の試みは成功することなく、長男のアルフレートが14歳になった1826年、父は失意のうちに急死し、 作業小屋と数人の職人は息子に受け継がれた。彼は工房に引きこもって実験を繰り返し、数年後ついに中高の製造に成功する。彼は弟たちとも協力し、食卓ナイフや工具、やがて鋳造機などを作って販売し、借金を返済して事業を軌道に乗せる。百三十四年にドイツ関税同盟が発足してドイツ処方官の人的 物的な交流が促進されたこと、さらに急速に鉄道網の整備が進められた時期だったことを背景に鉄鋼を増産させて会社を急成長させた。また、1871年のドイツ社会、民主労働党のゼネラルストライキをきっかけに、社内で疾病保険、養老保険などを整備して労働者の保護を図ったことは、後のドイツ帝国における 社会保険制度に影響を与えた。鉄血政策によるドイツ統一を進めていたプロイセンを平器面で支え、シュレースビヒホルシュタイン戦争、広島戦争、不仏戦争において、クルップ社の大砲は重要な役割を果たした。死後、事業は、息子のフリードリヒアルフレートクルップに受け継がれた。1873年に建てた大邸宅ビラ、ヒューゲルは現在でも、 観光名所とされている。神々の軍隊、浜田正彦ホッチスプリングン VGL、ハイアーズアオーホデンウフリュフ、フォンアルフレッドクルップアンザイネアルバイターホム二十四点六千八百七十にアルジアドラクトイン、クエランサンランツアゲシヒテデアドイチェンサナルパリトック千八百六十七ビス1914、アイ、アップタイロン、フォンデアライクスグランドンセットビスツアケイザーリカン、 サジア・ウルバツ・チャルファット・4・バンド・アーブ・テレクト・ベファー・バイトット・フォン・ボルフ・ガング・エイアス・カール・ハインツ・ニッケル・ウント・ハイジ・ウィンター・ドムスタット・1997・ナンバー10・102ありがとうございます。